リバティーズです。今してきたのはチェアダンスというものなんですけど、今からチェアリーディングに移りたいと思います。チェアリーディングと言われてもあまりどのようなものかわからないと思うので、チェアリーディングの技紹介をしていきたいと思います。まずはポジション紹介です。チェアリーディングの技の一番上に立っていて、柔軟やバランス力などを必要とされるトップです。そしてそのトップを持ち上げる力持ちのベースです。スタンツの司令塔になり指示出しをするスポッターです。では今から技紹介をしていきたいと思います。まずはランジです。ベースの足の付け根にトップが乗る基礎的な技です。拍手お願いします。次はストラドルです。拍手お願いします。このような技もう一つも加えると、このようにかっこよくなります。次はスタンドです。ベースの肩にトップが乗るスタンツです。次はエレベーターです。お願いします。次は、次は今の技を少しアレンジした技にしていきます。さっきのエレベーターから一段上がるとエクステンションというのになります。そしてそこから片足になるとリバティといい、今トップが出しているのはアラベスクです。最後はバスケットトスに行きたいと思います。ベースがトップを押し投げ飛ばすスタンツです。スタンツを使って今から演技をするので、拍手を手拍子などをして盛り上げてください。お願いします。